皆さんこんにちは。第6ボタンの長峰です。本当にですね、今年は頑張って動画を上げるというような形でですね、年明けに宣言をしたにもかかわらず全くもって動画を作れていません。本当に申し訳ございません。というわけでですね、今回はいっちゃんが年長さんの時の約1年前のお遊戯会の動画を見ていただきたいなと思います。と言っても1分ぐらいです。ちょっと周りのこのね、モザイクとか、いやモザイクとかの加工がすごく大変で、ちょっと1分で音を上げてしまったという感じでございます。はい、年少さんの頃の動画を見たことがある人にとってはかなり衝撃的な内容になっていると思います。下輩の先生に手とか足とかを操られながら、まるでマリオネット状態で、いやいやなダンスをしていた子がここまでできるようになるのかと、自主的に嫌がりもせず普通の定型発達の子と一緒に振り付けを覚えて、でほぼその振り付けもですね完璧な状態です。ここまでですね根気強くいっちゃんに対して付き合ってくださった幼稚園の先生方の指導力に、もう感謝せざるを得ません。感謝感謝です。はい、いっちゃんのおさらいなんですが、いっちゃんは3歳の時に軽度知的障害、発達障害というふうに児童相談所から判定を受けて B2 の療育手帳を所持している現在7歳の男の子になります。年長さんのお遊戯当時は6歳というような形になります。では見ていただければなと思います。いかがでしたでしょうか。2年でここまで変わります。療育とあと幼稚園の生活を併用してここまで変わります。で、家でね、別段何か特別なことをしたかと言われますと特別なことしてません。基本的に私も家で仕事をしているので、家に帰ってきたら YouTube をずっと見せていたりとか、ゲームをずっとさせてしまっていたりとかっていうことが横行しておりました。でもここまでできるようになると、いっちゃんと同じように軽度知的障害と診断されて、発達障害という形で診断されているお子さんをお持ちのお父さんお母さんの参考になれば嬉しいです。で、一口にね、発達障害、軽度知的障害というふうに言っても本当に症状は点でバラバラです。いっちゃんの場合は特にコミュニケーションですね、会話が成り立たないです。言葉がうまく出てこないですし、説明もうまくできません。危険認知もできていないので、現在1年生に
になってもう1年生の3学期になりますけれども、私が毎日のように同伴で学校に通っているというような状態です。今後高学年になるにつれて、まあ、通学路の途中まで送って、で危険が少ないところまで行ったら送り出すというようなスタイルになっていくかもしれませんし、それはもう本当に学校の先生方と話し合いでやっていくというような感じになります。ただ教育委員会から言われていることは、発達障害を持っているお子さんに関しては親が絶対的に同伴をして毎日の通学を見守るというような形でお願いしているというふうにお達しが出ています。はい、そのことに関してもですね、また別の動画でお話をしていきたいなと思います。かなり動画の制作が遅れてしまって本当に申し訳ないんですけれども、お付き合いいただければなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。第6ボタンの長見れでした。バイバイ。